余計なことでございますけれども、
よくね、昨日も相馬山先生とお話ししとったんですけどね、来年の御所期は御し方、ね、約束できない、こういうことを言います。私は、そういう、言葉を、ずっと若い時分から聞いておったんですけどね、ピンとこなかったね。1年や2年で死んでたまるかと思ったね。しかしもう私もね、80に手が届くんですね。もうよくこの年まで生きたなと思うんですけど、松本先生から見たらまだ放たれると思うんですけどね。そうしますとね、だん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 体の、力が弱まってきまして、来年大丈夫かな、これは心底から、来年のご葬儀はご死難いと言われたのが本当だなと、いや、これはね、世の中は老少不女、これは後のたらすが先になりなんて日本で言うんです。ブラジルにはたらすおりませんけどね、日本ではね、夕方になりますかーかーかー言ってね、たらすが山に入っていくんです。昼間はね、里に来て、悪さばっかりするんです。餌をあちこちするんですけどね、夜は安全な山に帰る姿がね、で、このカラスがね、後に飛んどったやつが先に飛んどったやつをぼーっと通り越して先に、ね、ちょうど人生の一生、年の順番から死んでいくんだからね、人の年じゃないってね、言いますけどもね、人生にはね、上り坂と下り坂と、もう一つはね、まさかつさんなんですからね。どうしてもですから、今日はこうやってお出会いしましたけどね、来年のご祝福に皆さんからも新入先生の死んだかってね、いや、笑い声で本当にそう思って、年を取るということはあまりいいことございません。目も薄くなる、耳も遠くなる。まあね、うちのね、ボンボリが言うんですよ、あんたね、耳が遠なったらって。私聞こえるんですよ、聞こえてるんだけども、聞こえにくい人余計なことはね、返事せんやつ。ね、年を行くとなんだなんだそうなります、ね、仕方がありません。しかしね、この年になりまして大変嬉しいことがある。何かというとね、浄土真宗の御教えが、お釈迦様の御教えが間違いないな、ね、そのことが年々分かってまいりました。いや、分かってまいりましたというよりも気づかせていただきました。源田さんというお方はね、口癖に、いやー、そのようこそ生だ生だ生だおっしゃったというんですね。本当にようこそです。年とともに何もかも力がなくなっていく上で、ね、この教えでなかったら救われない、ね、ああなってこい、こうなってこいって言われたって、ね、だんだん頭をぼけて、ね、物忘れがひどくなる、ね、しかし風断煩悩徳涅槃、
浄土真宗の式は普段煩悩と不念なんです。煩悩を抱えたまま、守り迷いのまんま抱かれていく教えでございます、ね、これでないとね、愚かで怠け者の私が救われていく道はありません。心配するな。昔からね、亀の足の短くは短くまんま、鶴の足の長くは長くがまんま、昔ってちょっと言うからね、足けるのね、ご覧ね、死の問題でプロメディアで、これも足と呼ぶんですよ、ね、亀の足は短いよね。亀の足の短くは短くまんま、鶴の足の長くは長くなまんま、ね、悪がたくさんあるの、少なく少ない、そんなこと関係ない、ね、人間の善が賢者無者、頭がいい悪い、男女、ね、そんなこと関係ない、みんな一つに救われている。あのこの間もね、私の孫がブラジリアからね、まあ夏休み、冬休みに遊びに来てくれるんですが、ね、向こうでは海がございませんので、孫を楽しまそうと思ってね、ベルチオが、もう一度ね、大変いいとこです。フライに大変近いので、ね、人走ってくるんです、ね、行ったらね、喜んで喜んでね、もう私はあんまり、フライあんまり使うのですよ、回っててね。だからもう、一日中使っておりました。あれ、水の中に持ったらね、これはその人の泳ぐ力のあるまい、泳ぐ力のないやつは、あれ死んでしまうんですよ。しかし、同じ海にも大きな船に乗せてもらうと、男も女も賢い者もバカな者も悪いやつといいやつも関係ありません。みんな人間の持っておるものは用事がない。私たちは仏様の大きな船に乗せて向かうんですよ。これしか、ね、私たちが救われていくない道はないんです。法然上人はね、浄土宗の人は武者になりて往生すとかおっしゃった。武者、ね、バカちゃんですね。みんなバカになるんです。ボケていくんです。ね、いや、なかなかまだ若いからね、しっかりしておられますけどね。ああ、なんだなんだ、大事なことにみんな忘れてしまう。ね、最後はどうしようもない。ね、老人ボケてです。ね、昔ね、立花先生というお方がおられましてね、この立花先生が、私はまだ若かったの、親子以上離れておりましたからね、遠慮さんは一年若いから、頭がしっかりしておったら、私はもう動いてね、動いておられたら、これ、同じようになってたんですよ、若い
先生で言いますとね、頭が冴えとる、ね、羨ましい、羨ましい思ってもしょうがないけどね。それやけども、バカになったまま救われていく見教え、これでないと、ね、本当の教えとは言われません。ボケたまんま救われていくこの浄土真宗の見教えに、お育てをいただいたことをお互い喜ばさせていただきたいと思います、ね。この風壇煩悩特命班ということをね、昔のお念仏者はね、前にこと言っておられる。ちょっと言いますよ。見る目もなければ行くわしも、私はいざりで立てぬげない、歩いて来い世の乱じゃない、抱いて帰るの乱じゃない。こんな言われるとね、ようこそようこそという言葉が口から出るじゃないですか。優しいあなたに呼ばれても、私は蛍の虫じゃない、ね、プルーなら虎の乱じゃない、逃げるを皆さんの乱じゃない、こう言われたらね、心がじっとなる、親様に会わせてもらおうかな、ね、どうぞ、ね、そんな教えに合わさせていただいたということを喜ばさせていただきたいと思うことでございます。一番最初にね、親鸞聖人が精魂を込めて書き残してくださいました御本で、これは世間では教行信証と言うておりますけどね、それは世間がおっしゃることで、私たちは御本殿と呼ばせていただくのが正しい。本とは根本という一番大事なお書物ということです。御本殿、御本殿はね、6冊に分かれているんです。その中で一番大事なのが行の巻と真の巻なんです。その行の巻と真の巻の、行の巻の一番最初にお書きになっている、はい、書き残しておいてくださるお言葉がね、先ほどの言葉なんです。もう800年昔のお言葉です。難しい、しかしありがたい、800年昔のお言葉が今の私たちに響いてくるんです。そのお心を聞かせていただくとね、これ生のお言葉ですよ。誤解さない、慎んで王宗恵光を案ずるに、大行あり大信あり、大行というは無下光如来の皆を称するなり、この行はすなわちもろもろの善もろもろの徳本を伏せ、ご不足円満す、真の一日の不読崩壊なり、故に大行と名付く、しかるにこの行は大悲の願よりいでたり。でこんな難しい言葉を言うことも分かりませんのでね、私なりに
にそれを味わわさせていただいて、優しく言わせていただきますとね、阿弥陀如来様が私たち凡夫をお浄土へ迎え取ってくださる道筋について慎んで深く思いを巡らしますと、そこには大行大信という二つのお手立てを立てておってくださいます、ね、私たちを救い上げていくために、ね、大行と大信という二つの救う手立てを立てておってくださいます。そのうちの大行というのは親様である阿弥陀如来様のお名前をお唱えすることです。この仏様からいただいた他力の大行には計り知れない善と徳が封じ込まれております。その不徳の働きというのは私たちの頭では考えられないぐらい、すごく一瞬の間に如来様と同じ悟りを開かせていただくのです。それはまるで不徳が満ち満ちた宝の海に抱き取られるようなものです。だからそれを大行というのです。この行は他ならぬ仏様のお慈悲の願、大悲の願から流れ出ておってくださるのです。またこれを諸仏方が褒めたたえておってくださる願とも、また諸仏方が常にお念仏を唱えてくれよと勧めてくださるが、諸仏方がその尊さ素晴らしさを思われた時に、はあ、なんというありがたい願であるか、ね、ため息をつかれる願でもある。また凡夫を浄土へ生まれさせる願とも、如来様が凡夫のために選び取り、選び捨て、選び与えてくださった願なのです。こういう意味かと思います。今ね、大行という言葉が出てまいりました。親鸞聖人は南無阿弥陀仏とお念仏を申させていただくことを大行だとおっしゃっておられる。こんなことをおっしゃったのね、親鸞聖人が初めてです。ね、いや、大行ということはあったんですよ。今から1400年昔にね、天台宗を開かれた天台智という偉いお坊様が、摩訶止観、ね、この天台の行を書かれたお書物がある。その天台の行のことを大行と言われています。地理という行がある。大行というのはね、素晴らしい行です、ね、なるほど、摩訶止観はね、仏教の行の中では一番難しいです。そして一番優れた行なんです。それを比叡山では今もやっておられますがね、これも比叡山が始まって、30万人しかやり遂げた人がおられます。大体ね、
教えに従って行を治め、そして悟りを開く。これはもう仏教の本筋でございましてね、これから外れたら仏教とは言われません、ね、一番大事なのは行なんです、ね、浄土真宗には行がないということを言いますかね、言う人がありますね、とんでもない。行には自力の行と他力の行があります。浄土真宗では自力の行はしません。いや、しませんというよりも自力の行、末法の世の中で自力の行は造行雑誌と、ね、もう自力の行はね、成し遂げる力がないんです、末法の人間には。これはもう1400年昔、禅土大師がね、自力の行にバロールを認めなかった、ね、所詮そんなものはね、造行雑誌だ。自力の行を成し遂げられない私に、自力でないと救われんと思っておった当時の人、それにね、仏様からいただいた他力の行、これが何万だ何万だとお念仏を唱えさせていただく行なの、他力の行なの。私たちは仏様からお念仏を唱えるという行をいただいたんです。それを指南主任は大行とおっしゃる。自力の行にも勝っとも劣らない素晴らしい行、ね、まあ、内容についてお話しすると時間がございませんので、まあ、それぐらいさせてもらいますけどね。他力の行みんな忘れとる。お寺で座禅や瞑想してどないなるんか、浄土真宗で。アホじゃないか。しっかりしてくれ。お母さんはお念仏で申せとおっしゃってる。お念仏以外に何があるのか。それを大丈夫とおっしゃってない。みんなお母さんをほったらかしって、自分中心の考えで物を進めておる。とんでもない。誤解さん泣いておられます。何をやってるんじゃ、ね、何万ダウンというのは何であったらありがない何万ダウンというのは何であったらありがないのか、ね、その何万ダウンというのは今もおっしゃったようにね、もろもろの善行を摂し、もろもろの徳本を覚えていこう、ね、仏様の一切まで南無阿弥陀仏に封じ込められている、ね、これを明体不二の南無阿弥陀仏というんです。妙とは仏様のお名前、名前です。体とは仏様そのものです。この世の中でね、妙体には名前があるだけしかない。皆さんね、他の言葉はみんな妙体別々です。
声は、喉が渇いて水飲みたい。水と水そのものとは別々です。そうでしょ。喉が渇いたって言って、ああ水って言ったら、ああスーッとした。なったあかん。暑いな。風が吹くといいな。風って言ったら、風が吹いてくるか。腹が減ったね。シュラスと食べたいって言ったら腹膨れるか。妙体別々じゃないか。しかし生阿弥陀仏は妙と体が一つなんです。生阿弥陀仏と唱えるそのまんまがこの私に、ね、仏様が至り届いておいてくださるんです。だから中国の元領立師というお方は、名をもって物を接したもの、名をもって物を接し、さっき言いましたよ、ボケてるね。さっきまで思いとったんです。忘れて。なおもって物を接し、ちょっと教えてちょうだい。あ？それは言ったで。我が弥陀はなおもって物を接したなつまね、生阿弥陀仏のこと。物というのは私のこと。我が弥陀は名をもって物を接したもの。このゆえに、耳に聞き、生だつと耳に聞き、口にゆする生だつとお念仏を唱えさせていただく。我が弥陀は名をもって物を接し、耳に聞き、口に受するに、無量の聖徳色心に乱入する。パーッとね、生だつ仏様はね、私の心に流れ込んでくださるんですよ。ね、ちょっとね、そういう方で分かりませんがね、今からもう100年ほど昔ですか、この源座さんというありがたいお方がおられましたね。この源座さんが源座さんの隣に住んでおるおばさんが、隣村に用事があって帰る途中、源座さんが一生懸命ね、よその家の田んぼのね、穴、日本ではノブラってやつもあるんですよ。で、まあここで言ったらタツみたいなやつですね。タツは甲羅がありますけどね、ノブラっていうのはね、今安丸先生に聞いたらね、トペーラって言うんですよ。トペーラ、はい、これ割とするんです。穴を掘ってね、ミニオカを食べるんです。そのミニオカ食べるのはええんやけれども、穴を開けるためにね、田んぼの水がみんなそこからダーッと流れてしまう。ちょうど田植えをした後で、田んぼとしては水が一番大事な時なんです。それに穴開けられたらみんな水が通り過ぎて、それを一生懸命ね、穴を詰め取るんです。そしたらそこへ帰ってきたおばさんが、ね、あらら、源座さん、そりゃあんたところの田んぼじゃないじゃないかって。いやいや、ね、こうやってね、今穴を塞いでおかんかったら、せっかく植えた苗がみんな枯れてしまう。まあそやけども、よそのやから、ほっときなさいよ。そしたら源座さんどう言うかと思う。
と同じ気持ちやったっけ、ね、あら、あそこ水が漏れとるなと思って、いや、よそのことやったら置いておこうと思って通り過ぎた。そしたら生ダックが聞こえてくださったっけ。源座、お前何しとるか、今見て見るふりしたらね、せっかくの稲が枯れてしまうじゃない、ね、人のものやわしのもの、そんな小さい根性持つな、ね、それをね、今せんかったら誰がするか、お前しかないじゃない。仏様の声が聞こえる、ね、妙大本人が働きかけてきた、ね、ただ生ダックだけじゃない、そこにね、仏様のすべての徳がその生阿弥陀仏に入っておいてくださるから、源座さんの心を動かすんです。ね、ああそうでしたそうでしたって言って、今わしがね、生阿弥陀仏がなかったら見て見ぬふりで入っておったかもわからんけど、生阿弥陀仏がおってくださったらわしはね、こうやってさしてもらうとるんだって。ね、ありがたいじゃないですか、ね、仏様と二人連れ、ね、昔ね、中西司会というありがたい先生が1年間だけここで総長をしておられましたね、先生でした、ね、何か話をしておるとね、ほんまやなってね、これが口癖でございます、ね、その先生が南無阿弥陀仏を唱えさせていただくということは、仏様と万物の日暮らしをさせてもらうんじゃぞと言われてね、言葉を私は聞かせてもらおうか、万物やて、仏様と万物、な仏様は仏で生きとる私たちが、仏様の方からこっちやこっちやってね、我こなれ我きくなれと名もはみたい、連れて行くぞよ皆のよ、どこへ連れて行くか、ね、人間らしい博士に連れて行ってくださるんです、間違いのない日暮らしに引き戻してくださるんです。そしてそれがお浄土へ、お浄土への道筋を歩ませていただくんです、ね、泳ぎの役はまさしくこのことなんです、ね、どうぞ一つね、死を前にして私たちはビクビクおろおろ、ね、どうしていいかわからん私に何万か物が届いてくださると、死ねるように死なしてもらえて私に呼びかけてください、ね、また頭がボケてどうしようもないこの私にね、何万か物が届いてくださると、ええ、ね、かお念仏を唱えさせていただく日暮らしは、たとえ80が90であっても育ち盛りの人生を生きさせてもらうんだぞ、ね、山本文国という先生は、これがなければ生きてもいかない、これがなければ死んでもいない、これがあるから生きていける、これがあるから死んでいける、そんな素晴らしい行南無阿弥陀仏を私たちはいただいておる幸せをと噛みしめていただきたいと思います。最後にね、広島地方に伝わっているあれ歌があります。それを皆さんにちょっとご披露させていただいて、話を終えさせていただきます。年々少喜びや喜び
ありがたいことじゃないですか。年々生命というのはね、生ダムツ生ダムツお念仏を唱えてさせていただく人も一声一声にね、横着な私たちが浮世のどせの私たちに仏様がお前らなんか大事なことを忘れたらせんかって言ってね、声が届いてくださると、お恥ずかしいございます、もったいないございますね、懺悔の心が湧いてくる、その懺悔こそ喜びじゃ、しかしその喜び心がを当てにするんじゃないぞ、一番大事なのはお直面、必ず町川さんぞれの仏様のお直面、そのお直面を疑う、そのお直面に対お言われに疑いが晴れたのが信心だ、その信心一つで救われていく、お浄土へ参らせていただく、いつどこでどうなっても、心配はいらん、そういう尊い身教えを親鸞聖人は私たちにお残しください、お念仏忘れちゃなりません、この間からね、丸塩先生が腹いっぱいお念仏を唱えておられてて、ね、ああありがたいなと思いましたね、生だ生だね、どうぞ一つ、この尊い教えに今年も出会わせていただいたことを喜んでいただきたいと思います。最後は担任の一番大事なところ蓮如聖人の道文章を読ませていただいて話を終わりさせていただきたいと思います。信心をいただくというのは第18の感を心得るということであり、それは無理も直さず南無阿弥陀仏の言われを心得るということです。私たちが南無と阿弥陀仏に奇妙する心、お任せする心は私たちをお救いくださる阿弥陀仏の本願の働きなのです。私が唱えておるんじゃない、仏様が唱えさせておってください。これがすなわち如来が凡夫に如来の徳をエコーされるということです。エコーとはプレゼンしてくださったということです。それを大経には了承主乗不得乗主乗のために作り上げてくださったと説かれています。計り知れない昔から作り続けてきた罪が本願の働きによって消滅、消えてなくなる、消滅するわけがあるので、浄土に往生することに定まって決して知りようがないくらいにつくというのです。煩悩を断絶して涅槃を打つ、煩悩のまんまで救われているというのはこのことです。この教えは浄土真宗だけが説くものですから、他の宗派の人に対して言うべきことではありません。あなたしとあなたし、同じものをポートゲースでも読ませていただきます。セレル、メンコンフィアンテシンジン、シグニヒリカ、アプレンデロセルデルデスノイカボボ、アプレンデロセルデデセボボボ、エアプレンデロセルデルデスマニフェスタのナモアミガツ、オブリスウ、ナプリメラテセストミインスタンタニア、エンケアテンデルス、アオシャマドブドル、ノナモ、ジャエスタオコヘンダアプランスミソンダソアベクル、através do voto para nos salvar. Isso significa que Tathagata da Amida está transmitindo sua virtude para as pessoas ignorantes.
Isso é explicado também no Sutra Maior, que diz: capacitando todos os seres à realização da plena liberdade recebida do mundo. Portanto, a extinção, graças ao poder inconcebível do amor, das paixões árnica, maléfica, acumulada desse passado imemorial, e que nos permite habitar no estado dos seres, cuja realização da condição da Buda está assegurada, e que não mais retorna ao mundo perdido. Esse sentido da afirmação, atingir Nirvana sem extinguir as paixões maléficas. Esse ensinamento é extrínseco da nossa tradição. Ele não deve ser confrontado com as convicções de outras tradições. Mantenha isso sempre presente em suas mentes. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namo. それでは最後に音読さんをご紹介いたしますので、お聞きください。